憧れの甲子園球場で行進する若者たち。高校のユニフォームに身を包んでいますが、彼らは全国から集まった高校野球部の OB です。あれから3年が経ち、当時の高校球児たちが甲子園の土を踏む機会が訪れたのです。その名も、あの夏を取り戻せプロジェクト。夢を叶えられなかった当時の高校球児が全国から集まり、阪神甲子園球場などで試合をしようというもので、当時の高校3年生の有志が企画しました。およそ700人、42チームが参加。会場には聖霊クリストファー高校の野球部 OB たちの姿も。シートノックでノッカーを務めるのは上村俊正監督です。甲子園なんてなかなかね、来れるとこじゃないし、彼らが目指してやってきたものっていうのはここで試合をすることだったと思うので、まあ、試合は叶わないんですけど、グラウンドの土を踏めるってことは一生の思い出になるんじゃないんですか。当時4番でキャッチャーだった大橋龍也さん、現在は病院のスタッフとして働きながら野球を続けています。待ちに待った瞬間、ユニフォームは泥だらけです。本当に楽しくて、ただ単純にここで野球できるっていう喜びで、本当に動かさせていただきました。みんなの顔が見れたのですごく嬉しかったです。はい、ありがたい、感謝です。3年越しの甲子園とあって、スタンドには保護者の姿も。感動でしかありません。はい、感無量です。大会で優勝して出られなかった分ですね、ああいったはつらつなプレー見れるのはやっぱ嬉しかったですね。はい、そして選手宣誓は聖霊クリストファーの大橋さんが務めました。過去の全てを取り戻せないことを私たちは知っています。それでも未来に終始を打ち、これからも続いていくそれぞれの人生に向き合うために、私たちはこの夏にこだわりきります。聖霊クリストファーの OB は明日、兵庫県の高砂市野球場で長崎の大崎高校 OB と対戦するということです。